コマルカルコは、メキシコのタバスコ州の都市で、同盟のムニシピオの筆頭市である。古代マヤ遺跡で有名である。コマルカルコとは、ナワトル語で、コマルの家の場所を意味する。コマルカルコは、州都ビアエルモサの北西に位置する。2010年現在で、コマルカルコは4万1458人の人口がある。ムニシピオ全体では19万2802人の人口がある。 コマルカルコ遺跡コマルカルコ遺跡は町の中心から2 5トルほど北東に位置する古代マヤ遺跡で古典期後期に栄えた。古典期にはホイジャンと呼ばれた。土器及び碑文からは紀元前200年頃から西暦950年頃まで使われたと考えられる。中央のダイアクロポリスには長い宮殿といくつかの神殿がある。 北の広場の東側に3つの神殿ピラミッドがある。遺跡には、ベラクルス、イダルゴ、グアテマラの石器や中央メキシコの影響を受けた図像が見られる。最も大きな建造物は、パレンケの建物をモデルにして作られた。マヤ遺跡のうちで最も西に位置し、他の遺跡とは異なる点が多い。雨が多いため、陶製の管を使った排水施設を備えている。 また住居などの建造物は、人工のマウンドの上に建てられる。石灰岩がないため、他のマヤ定地の遺跡と異なって焼いたレンガを使い、近くのメキシコ湾から取れるカキの殻を焼いて作った、セメントで接着することによって建造物を作った。焼く前のレンガの表面を引っかくことで作られた、無数の落書きが残っているが、なぜこのようなことをしたのかは分かっていない。 コマルカルコ遺跡は1869年にカール・ベレントによって発見され、デジル・シャルネの1887年の本によって有名になった。1925年にトゥレーン大学のフランス・ブロムとオリバー・ラファージによって調査が行われた。ブロムは中央のアクロポリスにある宮殿の西側からレンガ作りの墓を発見した。ありがとうございます。